編、第7部、始まるよ。前回、指輪をすべて集めて、故郷のマーブメルへ帰ってきました。まずは、長老に会って、指輪を揃えた旨を報告します。さて、いよいよ指輪の力を使って、マーブメルを蘇らせます。生き返れ、生き返れ。ああ、生き返るわー。ええやん。指輪の力によって、無事、マーブメルは蘇り、これにて一件落着。なんでパーティーを入れ替える必要なんかあるんですか？嫌な予感がするので、第1パーティーを、T260、特殊工作者、西欧、キリン、クーンの順に入れ替えておきます。ついでに装備も変更しておきましょう。最終形は、こんな感じ。T260 は、メイン武器の融資加速砲の威力を上げるため、他の重火器で集中力を底上げ。防御力は、武神の鎧とラバースーツで確保。アイテムを使えるようにバックパックも装備。運動性を上げる装備は粒子加速砲だけであり、最終的な運動性を15に抑えています。特殊工作者は、集中射撃の威力を限界まで高めるため、ミラーブラストミサイルポットで集中力を99に。HP は T260 より低いですが、武神の鎧の重ね着で防御面は完璧です。また、運動性を上げる装備は一つもつけていないので、最終的な運動性は最低値の5のままです。西欧は、早々に死なれると困るので、忍者の指輪で音波耐性を付与。ピンチになった時の切り札として、全体回復効果を持つ生命の指輪を装備。また、例のごとく、盗賊の指輪は最重要装備です。キリンは、作詞、勇気、神秘の指輪で、術関係の能力値を底上げ。火力アップのため、全員の攻撃力アップの効果を持つ戦士の指輪も持たせています。クーンは、魅了効果を持つ商人の指輪と、全員の防御力アップの効果を持つ守りの指輪を装備。装備については以上です。最後に、メモリーカードへ本セーブしておきましょう。最終セーブ時間は、1時間19分でした。どうしてこれだ？はい、この女、最後の最後で裏切りました。なんで裏切ったんですか？お前が仕切るのか？メイレンが隠し持っていた黒い指輪は、9つの指輪の兄弟を束ねる真の力の指輪であり、指輪が吸い取ってきた欲望のエネルギーを集結させるのに一度ものでした。そして、指輪の力が形を取り、マスターリングが出現します。14点目、マスターリングと、愉快な仲間たちです。愉快な仲間たちとは、9つの指輪にまつわる9体のモンスターのことであり、最初は、この中からランダムに選ばれた4体が、お供として出現します。なお、ティディとマリーチ以外のお供は、普通に雑魚としても出現するモンスターですが、中身は全くの別物であり、大幅にパワーアップしています。まず、キリンが戦士の指輪で、全員の武器攻撃力を20に上昇。メカ2体のヨダネアップが狙いです。続いて、クーンが商人の指輪で、お供を魅了します。魅了が有効なお供は、タイタニア、キマイラ、グレムリン、マリーチ、リビングアーマーの5体と、意外に多いです。西欧は、聖火で敵全体を攻撃します。そして、こちらのメイン火力、2連系プラズマ射撃が発動。2体とも運動性を抑えているので、リビングアーマー以外には確定で航行し、ほぼ確実に連携が繋がります。2ターン目は、メカ2体と西欧は先ほどと同じ、キリンはリバースグラビティ、クーンは守りの指輪を選択。守りの指輪の防御力上昇量は、使用者の能力値分であるため、クソザコクーンでは、申し訳程度の効果しかありません。その他
だね。少将のおだけ考えれば、他の仲間に守りの指輪を使わせた方が有効なのですが、マスターリューブは、後ほど防御力が激増することがあるので、ダメージを確実に与えられる序盤は、防御より攻撃を優先して、グルム以外のキャラは、本体の HP を削ることに専念します。お供は、状態異常を引き起こす攻撃を多用してきますが、ぬか、帝王、君は、耐性が優秀なので、勇気の指輪で耐性を付加しなくても、なんとかなります。また、メカ2体は鎧でガチガチに固めているため、並大抵の攻撃では、ほとんどダメージを受けません。と、ここまでは一見盤石に見えますが、実は敵に連携されると、防御力を無視されるので、運が悪いと、あっという間にやられてしまうこともあります。連携を発動されないよう、祈りましょう。3ターン目は、クーン以外の4体は引き続き攻撃、クーンは用済みなので、防御させておきます。さて、この戦闘では、3ターン経過するか、お供を1体でも倒すと、ターン終了時に敵編成がシャッフルされます。このシャッフルは、マスターリング本体も例外ではなく、場合によっては本体が引っ込むこともあります。というか、本体が引っ込むことの方が多いような気がします。やっぱり引きこもってるじゃないか。止まり。再び本体を引きずり出すには、3ターン待つか、お供を1体でも倒すしかありません。なお、エッグとは異なり、引っ込んでる間に HP を回復されたりする仕様はないので、その点はご安心ください。本体に引っ込まれた場合は、帝王の盗賊の指輪で、全員を透明化します。対象が消えたことで、敵の攻撃はキャンセルされます。メカの HP が減っている場合は、アイテムや修理装置を使って、自己回復しておきましょう。以降は、マスターリングが出てくるまで、全員防御で待機します。このように、対象不在により敵が攻撃してこないので、安全に3ターン経過を待つことができます。本体の出待ちをしている間暇なので、この間に、マスターリングの防具の使用について、お話しします。みんな、戦闘中に、マスターリングの防御力が、急に上がったと、感じたことはないかな？以前は、この現象について、お供を倒すたびに、マスターリングの防御力が上がるから、だと考えられていましたが、実はこれは誤りであり、正確には、マスターリングが一度でも、引っ込むと、本人の防具が強化され、さらに、戻ってきた時に、直前まで同じポジションにいた、お供の防具をコピーし、追加装備するから、でした。どういうことかというと、例えば、次のシャッフルでマスターリングが戻ってきた場合、引っ込んだことで強化された防具に加えて、さっきまで中央にいたマリーチと同じ防具が、マスターリングの装備欄に追加されるということです。と噂をすれば、本体が戻ってきました。シャッフル前後のマスターリングの防御力変化は、右枠の通りです。敵の HP は残りわずかなので、このターンで決めに行きます。なお、万一仕留め損なった場合に備えて、お供を倒してしまわないよう、キリンと帝王は単体攻撃に切り替えます。もはや本体には、連携以外はほとんどダメージが通りません。マスターリングはアシストや心臓破滅のため、全員透明でも防御でもダメは半減されません。うまく打てばベイファー草薙の剣も狙いましたが、割り込まれてしまいました。が、本命のプラズマ射撃は、無事発動。二連携命向の攻撃は敵の防御力を無視できるため、ダメージが通ります。途中、マジカルヒールで本体の HP を回復されましたが、ギリギリ削り切れました。マスターリングの HP がゼロになると、お供は全て消滅し、その時点で勝利となります。テイク数は、1回でした。僕はこの女が悪いと思います。逆さずり、虫攻めをしよう。というわけで、最後は指輪が二度と集まらないように、捨てに行く旅に出ます。ロード・オブ・ザ・リングかな？
これにて、編、完結です。システムデータは、これで残り3人。次回からは、また、新しい主人公のシナリオが始まります。お楽しみに。